夢ラジオ第5211回、今日は令和5年6月23日金曜日です。時刻は午前10時横浜港北、梅雨の空、朝10時ですね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は雨は降らないようですね。さて、今回は大峰山高校生遭難事故、ラジオドラマでお届けします。私のアレンジです。私の名前は和田和正。中学校の教員をやっている。もう定年が近くになる。そんな年になった。月日が経つのは早いものだ。今、自分の教職を終える年頃になり、私の胸に今も離れないのは、1975年のあの事故だ。今回はそのお話をしよう。1975年、昭和50年、私たちは神戸の高校生だった。高校2年生、夏。3人の2年生、1人の1年生。この4人で三角パーティーを組んだ。学校には届けなかった。奈良の南に大峰山という縦走できる山脈がある。そこへ行こう。リーダーの私はそんなふうに持ちかけた。あとの3名は興味津々でついてきた。私はそれまで高校生ながらさまざまな山に登り、縦走も経験していた。今回の大峰山行き、2泊3日の予定。少し難所とはいうものの、それまでの私の登山記録からすると、余裕のコースだった。しかも誰でも登れるハイキングのような登山コースでは奈良まで行く意味がない。私たちは2泊3日の予定で大峰山に向かった。1日目、電車で奈良まで行って、そしていよいよ入り口から登山に入る。目的地のキャンプ場まではすぐだ。そこで1日目は泊することになった。私を含め高校生には普段見慣れない深い山、この大峰山は今でも女人禁制の結界があって、昔から霊山として知られている。こんな場所に来れば、世俗の高校生も、それなりに何か、スピリチュアルなことも考えてしまうものだ。見上げれば満天の天の川。神戸の空では見たことない澄んだ天の川に、私たち4人は驚嘆した。和田先輩、星ってこんな綺麗なんですね。一人だけ1年生だった次郎が言ってきた。うん、山っていいだろ。ええ、和田さんが何回も山行くって、僕その気持ちがちょっと分かってきました。
あと2人のメンバー、康弘と仁もうなずいていた。康弘は僕がリーダー、彼がサブリーダー的な存在だった。口数は少なく、けれどいざという時にさっと行動する、その力がリーダーとしての私に必要だった。仁はというと足が速い。登山でもともすると私たちを追い抜いて行ってしまうほどの足の速さ、その健脚ぶりに頼もしいものを感じていたのは私だけではなかったろう。2泊3日の予定、食料は3日分持っていたが、なんと私たちはその夜のパーティーであらかた食べ尽くしてしまった。高校生だからいくらでも食べられる。満天の星、澄んだ空気、焚き火で炊く飯盒、そして直火の肉。高校生の腹はいくらでも食べられた。食事の後、キャンプファイヤー。僕たちは当時流行っていた木綿のハンカチーフという曲を歌った。恋人よ、僕は旅立つ。東へと向かう列車で。夜更けに僕たちはキャンプファイヤーを消してテントに潜り込んだ。高校生だから間もなく熟睡。翌朝を迎えた。2日目、この日に主な重装、そして大峰山を登って翌日に帰ってくる、そんな予定だ。僕たちは大峰山目指してようようと出発した。けれど途中から雲行きがおかしくなる。8月の山、さすがに雪は降ったりはしないが、寒い風が吹いてきた。僕たちはレインコートを用意していたので、そのまま歩みを続けた。そのうちに、どうも道がおかしい。水の流れが聞こえる。僕たちの行く手の大峰山、水の流れなんか聞こえないはずなのに、どんどんその音は大きくなり、やがて僕たちは沢へと出た。なんと大きな沢で見上げると30メートルの滝になっている。先輩、これがお峰さんすか？次郎が聞いてきた。なわけねえだろう。ここでやっと僕は道を間違えたことに気がついた。サブリーダーの康弘も不安そうな顔をしている。もう日が暮れかけてきた。僕たちはその沢のそばで、その日はビバークすることにした。昨日食べ過ぎて食料があまり残っていない。けれど、そこで僕たちはテントを張って沢の音を聞きながらビバーク。3日目、その沢から何とかして離れようと僕たちは東へと進路を取った。けれどどんどん崖となっていき、やがてルンゼと呼ばれる急峻な場所へ出た。僕たちは自分がどこにいるかわからなかった。この時、遭難という言葉が僕の心をかすめた。
崖を見てみんな恐怖に震えていた。けれどこの崖を何とかしないと僕たちは抜けることができない。沢はさっき後にしてきたばかりだ。けれど8月その日は暑い。沢で汲んでいた水の水筒はじきに空になった。やがて僕たちはその崖をなんとか登りきり、けれどその上に再び崖。絶望的な気持ちになったその時、後ろにいた安弘が、おい、和正、靴ひもほどいけてるぞ。あ、ありがとう。僕はしゃがんで靴ひもを結んだ。その間、20秒ほどだっただろうか。やがて、ここここ、ここここ。4人は一斉に上を見上げた。すると、なんと軽自動車ほどもあるような岩が上から転がり落ちてきた。僕たちは何もできなかった。その岩は先頭にいた僕の50センチほど前を転がり落ちていった。安弘が靴ひものことを指摘してくれなかったら、僕はさっきの岩に下敷きになっていただろう。一番後ろの1年生次郎がパニックを起こした。助けて、誰か助けて、助けて。そして持っていた笛を思いっきり吹き始めた。ピーピー、おい次郎やめろ。こんな岩がすぐに落ちてくるようなルンゼでは、音が響いただけでもその落石につながる。やめろ次郎。けれどパニックになった次郎はもう止められなかった。僕たちはその岩場から抜け出ることができず、そして日が暗くなっていき、その岩場で休むことになった。3日目の夜、食料が尽きかけていた。しかも食料よりも乾きだった。夏の日、水筒の水は午前中にもう空にして、そしてあと何も飲んでいない。沢の音はここからも聞こえる。沢に降りて水を飲みたい。けれどそんなことをすれば、僕たちはこの崖から滑り落ちてしまうことは明らかだった。この夜はここで、この岩場で。誰かが乾きに耐えかねて、もう見境なく水を汲みに行く、その危険があった。僕たちは4人の体を縛って、ロープで縛って、そしてそのロープを近くにあった大きな木にくくりつけた。これで誰かが水を汲みに行こうとしてももうできない状態。滑り落ちることも防げる。これで夜を明かすのだ。4日目。もう食料が残っていない。あるのはポテトチップス、そしてチョコレート、お菓子だけだ。私たちはなんとかルンゼから抜け出し、けれど自分のいる場所がどこかわからなかった。水がないと死んでしまう。僕たちは再び沢に戻り、そして思い切り水を飲んだ。生き返ったようだった。そして水筒にも水を詰め、僕は、お前たち三人、ここで休んでてくれ。4日目、なんとか登山道へ出る道はないかと自分で探し回ることにした。
そもそも大峰山に行こうなんて言い出したのは僕だったのだ。みんなを岩場で休ませ、道なき道を切り開く僕の手足は傷だらけになったけれど、道は見つからなかった。四日目もそこでビバーク。ポテトチップスをすりつぶし、そして川の水を混ぜて火で炊いて飲んだ。その四日目の夜から僕は高熱を出した。動きすぎたのだ。5日目の朝は雨。僕たちは動けず、ずっとテントの中にいた。もう食料は、お湯、そしてわずかに残っていたビスケット。ところが5日目のその食事が、明らかに僕の分量が多い。それまでは必ず4分とするように決めていたのだ。パーティーを組む時の鉄則だ。一番下の次郎が言った。あれ、なんで先輩のだけ多いんですか。僕も言った。俺だけ多いじゃないか。なんだこれ。するとその配膳をしたサブリーダーの安弘が静かに言った。一馬さん、お前昨日走り回って手足見てみろ。血出てるやないか。お前がリーダーとしてこれからも頑張ってくれへんかったら、こっからもう俺ら逃げ出せへん。頑張ってくれや。そのためや。僕は涙が出た。安弘のその言葉に甘えて、僕はそのビスケット入りのお湯を全部飲んだ。やがてその日の夕方には僕の熱も下がり、やはり安弘が言ってた、あの食べ物、これが重要なんだと身にしみた。ところが5日目の夜から今度は雷雨。ゴロゴロゴロ、ドドーン。山の上だ。雷がすぐそばで鳴る。地面が揺れるのだ。このポール危なくないか。人志が言ってきた。そうだ、こんなポールに雷落ちたらひとたまりもないぞ。4人は雨が降っていてもテントから出て岩陰に隠れた。辺りは真っ暗、何も見えないところに雷だけがつんざく。ピカッ、ゴゴーン、ドドドーン。ダメかもしれない。僕はその時そう思った。6日目の朝、僕たちはラジオをつけてみた。ラジオはそれまでも何度かつけていたが、電池がなくなることを恐れてあまり聞いていなかった。大峰山の高校生捜索が続けられていますが、生存の可能性が徐々に減っていき、捜索隊にも焦りの色が見られます。保護者の方、学校教員、皆さん、避難本部に集まっています。今日も捜索が行われます。聞いたか。俺たちのこと探してくれている。おい、ひとし、お前のその雨がっぱ貸せ。どうすんだい？それ、黄色だな。目立つ。ここの木の上に掲げておこう。そんなことしてどうすんだ。見つけてもらうんじゃないか。
ただし僕たちはもう空腹でその場を動くことがほとんどできなくなっていた。ラジオの捜索だけが頼みとなっていた。ここから動かない方がいい。水場から遠のいてしまったら今度こそ渇きで倒れてしまう。けれどその水場にいる限り登山道には戻れない。もう待つしかない。するとその時、タタ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 、ヘリだ。僕たちは岩陰から、おーい、ここにいます、おーい、タオルを振った。けれどヘリは虚しく過ぎ去ってしまった。次の日、僕たちは再びラジオをつけた。高校生遭難の事故は、捜索が難航を極め、もう生存可能性がほぼないという結論になりつつあります。捜索は本日で打ち切られる予定です。僕たちは絶望した。ひとしがお経を唱え始めた。おかんやらみた、新行漢字在菩薩、行人はらみた、自称健康運海空道、一切空役者り。やめろ、ひとし。般若心経じゃねえか。こんなことでもするしかもうない。やがて、僕たちは、思い思いに遺書を書き始めた。生徒手帳にそれぞれが遺書を書いた。宛先はみんな母親だった。僕も書いた。おかんへ、これまで育ててくれてありがとう。こんなところで死ぬことになったけど、今まで育ててくれてありがとう。おかんも元気に、たかしや涼子のこと育ててください。一足先に行きます。遺書を書き終えると、なぜか変に明るい気分になった。他の三人も同様のようだ。こいつらと死ぬんだ。ここで死ぬんだ。この霊山でスピリチュアルに囲まれて死ぬんだ。四人であの世に行ける。悪くないぞ。今までは生き残らなければならない、そのプレッシャーで押しつぶされていたが、もう死んでいいと思った途端、なぜか軽やかな気分になった。水ならある。僕たちはもう何もしないでそのまま寝た。それからどれくらい時間が経っただろう。おーい、おーい、その音で僕は目が覚めた。どうせ幻聴だろうと思っていた。実はもうこの遭難の最初から僕たちは幻聴に悩まされていたのだ。お母さんの声だ。みんなの声が聞こえる。幻聴だけじゃない。赤い自動車が止まってるぞ。公園でみんなが遊んでる。ありえない。幻聴と幻視が僕たちを悩ましていた。おーい。けれどその声はどんどん近づいていく。僕は立ち上がった。朝だった。ここにいます、ここにいます。おーい、そこにいるのか。ここにいます。
救助隊だった。木の上につけていたあの黄色の雨がっぱ。捜索を打ち切って帰ろうとしている人たちがその雨がっぱを見つけてくれたのだ。朝に。僕たちは保護された。なんとか連れられて下山し、そしておにぎりが出された。けれど食べられない。腹はグーグー鳴っているのに食べられない。それを見て、地元の人がお粥を出してくれた。僕たちはもう飲むようにしてそのお粥をすすった。生き残った。だが、それからが本当の試練だった。学年主任の高橋がやってきて、お前らリーダー誰や？僕です。立ち上がった。バカ野郎、バシ。僕は殴られて吹っ飛んだ。ただでさえフラフラなのに、学校に届けもせずにどれだけ迷惑かけてんだ。それから僕たちは避難本部で記者会見をすることになった。神戸新聞、朝日新聞、毎日新聞、メディアが僕たちにいろんな質問をしてきた。もうフラフラで、さっきお粥を入れたとはいえ気を失いそうになっているのだが、質問は僕に集中した。リーダーの和田君、どうしてこんな登山校決めたんですか？学校に届けなかったのはなぜですか？なぜ一般道から離れて沢の方へと向かったんですか？僕はもうそれらの声が遠くに聞こえるようになった。いつの間にか気を失っていた。僕たちのいた神戸高校はその年の夏、部活動はすべて対外試合を禁止された。これからこの日のために部活動をやっていた高3生の恨みの声を僕は一身に背負うことになった。学校に届け出しなかった登山、僕は無期停学だ。学校には行けない。僕の家族には400万円の捜索代がのしかかってきた。もう受験どころではない。部屋から、家から一歩も出ることはできず、いつしか僕は、こんなんだったらあの時4人でみんなで死んでた方がよかった。父親と母親があちらこちらに頭を下げ、菓子折りを持って行き、そして僕は結局高校を卒業できず、大検で神戸大学になんとか合格した。あとの3人は無期停学にはならず、なんとか卒業し、それぞれの大学に進学していった。大検ではなかなか合格はできず、僕は1年遅れの神戸大学入学となった。神戸大に入った後、僕は山岳部に入ろうと決めた。恐る恐る母親に言ってみた。おかん、山岳部入ろう思ってるんやけど。ええで。母親は何事もなくそう言った。
母親が父親に言ったらしいが、父親も何も言わなかった。大学では富士山への単独行、北釜尾根の縦走、僕の登山はその後中学校の教員になっても続いた。学校という場所、それは中学であれ高校であれ、僕にはあの遭難事故以来悪い思い出しかないような、そんな場所となっているが、けれどそんな僕がもう一回あの事故を経て生き返った、その時に行くべきところはやっぱり学校しかなかった。その後教員として、時に生徒を軽い登山に連れて行き、そんな時たまに、先生な、高2の時やったんやけど、ねえ、えらい事故を起こしてしもて。月日が流れ、あの事故からも40年経った2016年、定年を控えた私は、もう一度、あの大峰山に行ってみることにした。初日に泊まったあの小屋、あの時のままだった。懐かしい。帰ろうとしていると、地元の人が、あ、町まで行かれるんですか、話しかけてきた。ええ、今車あるんですけど、お乗りになります？あ、ありがとうございます。私よりも10歳ほど年配の、もうどこかのおじいさんになってるんだろうか、そんなお方が親切にも車に乗せてくれた。大峰さん、気に入りましたか？ハンドルを動かしながら、そのおじいさんが聞いてくる。ええ、ただし、きれいな山ですよね。でも思い出もあるんですよ。40年ほど前、ここで遭難したことがありましたね。すると、右でハンドルを握っていたその老人の顔色は変わった。え？ひょっとしてあの、高校生の。ご存知ですか？あの時、私は、救助隊の隊長でしたよ。え？私は言葉を失った。あの時の高校生のリーダーが、私なんです。するとその老人も、そうでしたか、あの時は私たちももう一週間以上夜も寝ずに捜索しましたね。もうダメかと思っていた時に、あなたたちが現れたんですよ。そういや、お父さんとお母さんが私たちのところにも一人一人に菓子折り持って回られてましたね。あの時はありがとうございました。僕、定額食らってて出れなかったんですよ。本当は僕だって謝りたかったのに、そして感謝の気持ち言いたかったのに、誰にも言わずじまいだった。こんな風に、ありがとうございました。すると老人は車を止めて、いや、いいんですよ。今は何されてるんですか？
今は僕学校の教員ですね。でももうじき定年なんですけど、でもあの頃の話するときにはどうしても僕なんて言っちゃいますよ。いいですか？聞いてくださいね。老人は言った。大峰さんは一般道を通るときには問題ないけれど、ひとたびそこを恐れると魔物が現れるんです。昔からこの山はそんな山なんです。一般道だけ登りましょうね。はい。やがて老人の乗った車が、運転する車が駅に着いた。ありがとうございました。これからも登山頑張ってください。彼の乗った車が見えなくなった。見えなくなるまで私は手を振った。夢ラジオ、今回は大峰山遭難、高校生遭難事故、私のアレンジでラジオドラマにしました。ありがとうございました。